フェンシング全日本選手権14日第1日男子エペ女子フルーレ静岡沼津市総合体育館男子エペのパリ五輪オリンピック日本代表コーチで優勝4度を誇る40歳の坂本圭介自衛隊体育学校が五輪の金銀メダリスト山田優30イコール山市正治を最も苦しめた 5年ぶり3度目の優勝を遂げた元自衛隊所属の後輩と終盤まで12から12という接戦を演じ、最後はわざと負けたんじゃないか説まで浮上する強さを見せた予選プールは6戦全勝でダント突の1位前連覇者で第1シードの教え子松本竜日本王との初対戦を狙っていたが抽選で山田と3回戦で当たる組み合わせになり、 モチベーションが下がったという。今年は竜と当たることだけ考えて、予選も龍と当たれるよう勝ちに行ったのに、シャッフルになって。決勝トーナメントを見た瞬間、もうやる気なし。優にだけは絶対に勝てないの分かってたんでねと笑い飛ばし、投げやりになっていたそうだが、そうは見えない。団体で21年の東京五輪金メダル。 今回はパリで銀を掴んだ山田と対等に渡り合った。序盤は26とリードを許すも、追いつき、中盤から一進一退。12対12で終盤戦に突入した。13点目を山田に奪われる。不運な形で剣先が腕に入って失点し、あの局面でああいうことが起きるとね。またやる気が、笑顔なので真意は読めないが、そこから簡単に2失点。 12対15で屈した。昨日、優と一緒の部屋に泊まってましてね。39度の発熱で体調が悪いって、ずっと寝てたので自分がご飯とか運んであげたんです。飲みも一人で行って、せっかくお世話してあげたのに勝たせてくれないんですよね。そうぼやいたが今年も坂本が最強だったのかもしれない。勝った山田から試合後に、 小首をかしげられた。おかしいんですよ。途中から、笑い。何か手を抜かれた感じがして、多分引退した指導者が、パリ五輪のメダリストに、勝っちゃいけないって空気に、あの人の中でなったんじゃないですか。途中から、手応えが急になくなったんですよね、笑い。実は、後輩に花を持たせたのだろうか。体調不良も目の当たりにしていただけに、いや、 それ以上に過去の実績が謎を呼ぶ。19年、第一人者だった坂本は現役生活に区切りをつけていた。引退試合と位置づけて出場した、翌20年の全日本選手権で8年ぶり4度目の頂点に。当時は、僕、去年いっぱいで引退したんで。今、コーチです。練習、してません。なぜ勝てたか そんなこと聞かれてもと報道陣を泣き笑いさせていた。